立命館大学の家光です。よろしくお願いいたします。まず、研究成果を発表する前に、この度、このような、助成金をいただきまして、研究が、行われることができましたことを感謝申し上げます。それでは私の、研究成果を発表させていただきます。タイトルはこのようなもので、発表させていただきます。まず、皆さんが教科書的に、性ステロイドホルモンというものがどこから分泌されているかというのを、思い出してみてください。そうすると大体卵巣、精巣、この2つから主に、性ホルモン、テストステロンや、エストロゲンが出ているというふうに習ったと思うんですけれども、近年はですね、骨とか、肝臓だとか腎臓だとか脳とかでも、性ホルモンを、末梢組織で、産生することができるんじゃないかということが言われました。そこで、私たちは、骨格筋でも、性ホルモンを分泌しているのではないかということを、検討しました。そのところ、このような、骨格筋でも性ホルモンを分泌するような代謝酵素の発現を検出することができて、さらに、性ホルモンの前駆体である DHEA というものを、骨格筋に振りかけてあげるとテストステロンを分泌するような、挙動を、報告しました。つまり筋内でも、性ステロイドホルモンを代謝分泌することができるということが、分かってきました。じゃあその筋内での性ホルモンというのはどういった働きがあるんだろうかということを私たちは考えてきました。そこで一つの論文に着目しました。血中の DHEA が肥満とか糖尿病、いわゆる高血糖あるいはインスリン抵抗性が上がるような低するような人たちの血中の DHA 濃度というのは非常に下がってくるということが分かりました。そこで菌の性ステロイドホルモンは糖代謝に調節しているんじゃないかということを考えて検討しましたところ、細胞内の菌の糖代謝というのはこのような AKT とか PKC というタンパク、あるいはグルット4といわれる糖代謝を細胞内に輸送するタンパクがあるんですけれども、そういったものを DHA を振りかけてあげると確かに増えてくるということが分かりました。さらに、高血糖のモデルである、1型糖尿病のモデルラットを使いまして DHA を1回投与するとこのように血糖が下がるというような、結論を見出しました。そのことから、ひょっとしたら骨格筋の性ステロイドホルモンは糖代謝に影響して糖尿病とかの病態を改善するんじゃないかということが考えられたわけです。そこで私のチャレンジといたしましては、運動やあるいは食事によって骨格筋内の性ステロイドホルモンを上げることによって糖代謝や更新させて糖尿病の病態を改善するんじゃないかということを検討することを目的としました。将来的な目標としましては、私のやっている研究というのは動物実験なんですけれども、人へいかに応用するかというのをこのヤマハではチャレンジさせていただきました。じゃあどうやって人に応用するための基礎実験をやるかというのを6つのステージで行っております。6つのステージ、時間の関係上割愛させていただきます。まず1つ目のステップなんですけれども、まずは肥満で高血糖になっているラットを使いまして、 DHA を慢性摂取させたものと運動させたものと比較しました。そうすると、DHA を摂取させると、血糖は、肥満よりもやはり下がってきます。運動とほぼ同程度まで下がってくるということが分かりました。さらに、骨格筋内の糖代謝のシグナルを見てみますとやはり上がってきている。しかも DHA を摂取した群というのは運動とほぼ同程度ぐらいまで改善してくるということが分かりました。次に、じゃあその運動と DHA の摂取を両方やってみると相乗効果があるのかどうかというのを検討しました。そうするとやはり DHA を摂取すると運動したのみと DHA を摂取したのみと比較するとコンバインドをするとやはりより効果があるということが分かりました。この論文はつい2週間前にニュートリション&メタボリズムという論文に採択されました。次にじゃあ運動は骨格筋の性ステロイドホルモンを上げることができるのかどうか、それが糖代謝に貢献しているのかどうかというのを検討しました。そうすると、運動は確かに血糖を改善します。ところが運動に DHA を代謝する酵素を抑制するとい
というようなブロッカーを投与してあげると、血糖の改善をちょっと抑制しました。さらに、骨格筋内のシグナルを見てみると、やはり、運動でせっかく改善したものを DHA の代謝をブロックしてあげると運動効果を抑制するということが分かりました。以上のことから DHA の摂取あるいは運動トレーニングというのは骨格筋内の性ホルモンを上げると、それが糖代謝を、更新させてどうも糖尿病の病態を改善するということが分かってきました。じゃあそれを人へ応用するにはどうしたらいいか。 DHA を摂取することは、ドーピングの関係上できません。なので、食事によって自然界のある食材で補給すべきだろうというふうに考えました。そこで着目したのがジオスゲニンという、物質です。これは DHA に非常に類似した構造を持っていますので、このジオスゲニンの摂取で、同じような結果が得られるかどうかというのを検討しました。まずは、ジオスゲニンを摂取すると DHA が血中濃度で上がってくるかどうかというのを検討しました。そうすると、単回の投与でも十分上がってくるということが分かりました。さらに、高血糖のラットでどうかというのを検討しましたところ、やはりジオスゲニンを摂取させると単回投与でさえ、血糖を下げるという効果が、ありました。骨格筋のシグナルも同様に上がってくるということが、本研究から分かりました。以上の結果をまとめてみますと、ジオスゲニンによって、DHA を補充してあげると、さらに運動によって性ホルモンの代謝を活性させる、この2つによって、骨格筋内の DHA を上げることで、血糖を改善することで2型糖尿病の改善につながるのではないかということが、分かりました。これらを、人に、十分応用することが可能なんじゃないかというふうに考えています。以上です。